まず座禅って一体何なのかっていうのをお伺いしていいですか。座禅とはですね、はい、まあ、お釈迦様、まあ、今から2500年ほど前に仏教を開かれた方ですけれども、はい、お釈迦様がお悟りを得るときに、なさっていたそのお姿ですね、まあ、それが座禅なんですけれども、うん、